ああ、俺も2ヶ月ぶりなんだ。事故以来、事務所に住んでるからな。さすがに埃っぽいね。そうだな。しかも、すごいありさまだ。家でもこんな感じだったよ。でも、どこに何があるのかは分かってるんだって。よくいるよな、そういうやつ。で、これからどうするつもりだ？ハリー探しを諦める気はないんだろ？もちろんだよ。まあ、普通ならやめとけってなるんだろうけど。それは。大丈夫だ。俺も一緒に探してやる。俺はお前が来る前からハリー探しをしてるんだ。だが、危険なことに変わりはない。気を引き締めていくぞ。よし、決まりだ。じゃあ、俺もここに住んで、お前の面倒を見てやるよ。何が決まり？いきなり困るよ。何が困るんだよ。もともと俺の部屋だぞ。お前の方が居候だ。そう言われると。な、決まりだ、決まり。早速、この部屋の調査だ。なんだかうまく丸め込まれたような。ポケモンの事件を調査中だったってベーカーさんは言ってたよね。ああ、ハリーの身に何が起きたのか。この部屋にハリーが集めた情報のメモでも残ってないか？そうだね。父さんは何か手がかりをつかんでいたはずだよ。探してみよれって。ピカチュウ、メモみたいなのが出てきたよ。どれどれ？見せてみろ。ああ、確かにこれは。やったな、ティム。これでハリーの足取りを追えそうだ。人がいるのかな。ああ、どうも様子がおかしい。大変だ。ピカチュウ、10万ボルト。俺に命令するな。あいにく俺は技が使えねえんだ。え、事故以来な。とにかくこっちに注意を引くぞ。そうだね。大丈夫ですか？この顔。ちょっとこの子が足に怪我しちゃったみたいで。いえ、大丈夫。ああ、ほら、無理しないの。助けてくれてありがとう。私はメイコ。この子は。ありがとう。あら？もしかして君はあの時に。あ、駅前で。何何？二人は知り合い？エイパム事件でネックレスを取り返してくれたんです。ああ、それが君なんだね。ティム・グッドマンと言います。私はエミリアよ。ピカチュウもよろしくね。エミリア、いい名前だ。また会えて嬉しいぜ、可愛い子よろしく、メイコだよ。おお、こりゃ元気そうな姉ちゃんだな。ああ、カメラだよ。珍しいのかな。私たちは取材でこの洞窟に来たんだ。テレビ局の方なんですね。
そうそう、今をときめく GNN。 ねえ君、ネックレスの時みたいに私たちを助けてくれ。メイコさん、また無茶言って。あ、この子もこんな怪我してるしさ、早くここから出ないと。まずは状況の確認だ。周りを調べるぞ。さあ、すぐに行動に移すぞ。もたもたするなよ。空を飛べるポケモンがいるといいんだが、メイコのビデオに映ってないかな。まずはビデオをチェックだ。脱出に必要な情報がないか調べるぞ。うん。皆さんこんばんは。ここはライムシティの名。何も知らずにレポートしてるよ。だってあんなことになるなんて。様子がおかしい。急に様子が。ああ。目の色が変わっていきなり暴れ出したんだ。あれを忘れてるみたい。こんな鬼ごおり見たことないわ。飛んでるポケモンがいるけど不安定だね。子供を持ち上げるのが精一杯のポケモンよ。私たちを外へ運んでもらうのは難しそうだわ。不安定じゃ無理なんだよね。他にいないかな。手当たり次第攻撃してる感じだな。不安定が氷漬けに。歩けないわ。大丈夫、エミリア。ああ、この時はもうダメかと思ったね。ティム君のおかげで助かりました。いや、それほどでもあって。ティムかよ。あ、この大きなポケモンって飛んでますよね。フワライドだわ。運んでもらえそうね。やった。いいぞティム、脱出の希望が見えたな。これは…おいピカチュウ、何してんの。早くしないと行っちゃうよ。ああ、我々。あ、これなんだ。どこどこ。いや、で、え、何、肩貸してくれって言ってくれればいいのに。まあ、いいじゃねえか。さあ、フワライド、よろしく頼むぜ。ああ。やっと一息だな。ここのコーヒーがうまいんだよ。ピカチュウ、君は探偵事務所の新人君かな。僕はハリー・グッドマンの息子でティムと言います。はじめまして。君がティム君か。俺はパブロだ、よろしくな。こっちはウェイトレスのルンパッパ。おいおい、頭にコーヒーを乗せたまま挨拶するやつがあるか。ルンパ。その後ハリーはどうだい。まだ何もわからないみたいです。そっか、ハリーのことだ。ひょっこり帰ってくるさ。ええ、そうですね。お待たせ。ありがとうございます。ピカチュウ、ミルクと砂糖は。ああ、いらんいらん。待ちかねたぞ、この香り。へえ。あ、ほんとだ、おいしい。だろう。この芳醇な香り、苦味の中の心地よい酸味とコクのバランスも最高だ。これを飲んだら他のカフェには行けなくなる。父さんもコーヒー好きだったけど、君も相当だね。ごちそうさまでした。ああ、また来てくれ。よし、部屋に戻ろう。おお、ティム君、お出かけかい。あ、最近ポケモンの事件が多いから気をつけるんだよ。はい、ありがとうございます。いらっしゃい、ベーカーさん。おや、事故に遭うまではコーヒーなんて飲まなかったのにな。俺の読み通り、洞窟で事件が起きたな。うん、
でも父さんの手がかりは見つからなかったね。ああ、そうだな。だが、気になるものを拾ったんだ。え、これは？ああ、何かまではわからんが。